お疲れ様でした。どうぞお座りください。ねえ、オールスターでこけたにもかかわらずこんなにありがとうございますね。すいませんね、ありがとうございます。その度はご迷惑をおかけしました。あの戸田はね、どうぞお座りください。戸田、公開の勝利者インタビュー本当に久しぶりなんですよ。久しぶりですね。戸田の聞き方がわからないから、はい、あの須藤博道に聞いてきましたもん。ちゃんと教えていただけました、はい、そしたら奥さんが送ってくだされば、奥さんありがとうございました。すいませんね、いや本当に4年ぶりですね、ここ4年ぶりですか、ね、オリンピックでも1回ありますからね、4年明けは。そうですね、はい、ファンの皆様も待っていました、うん、すいません、どうも生西山ですよ、はい、どうも初日からね、ありがとうございます。大概手振ってくれるのはおっさんばっかりでございます、ありがとうございます、ね、そんなことございません、ではレース振り返っていきたいと思います、はい、枠なりの3対3から4コース進入でした、はい、スタート、お越しから行き足いかがでしたか。いや練習からですね、あの5番の長井豹也ですか、あの顔のいいやつですよ、はい、あれが仕掛けが早いんですよ、こいつも本当信用ならんなと思ったらな本番あいつ見てスタートしました。逆にいい、はい、やっぱ顔のいいやつは信用になります、はい、はい、そして一気にまくっていきました、はい、船足、まあ、2走して評価いかがですか。いやエンジンはしっかりしてます、でもあの久しぶりすぎてプロペラがよくわからないんで、うん、はい、あの4年ぶりの女王っていう戸田は、まあ、どこが難しいんでしょうか。どこが難しい、うん、まず皆さんが何を言ったら受けるかを探さないかんじゃないこうやってみてください、そこは予定ちゃんとついてるんじゃないですかね、はい、うん、プロペラの合わせるところをちょっとこう試行錯誤してたという感じですか。いやプロペラ、地元の須藤さんと、はい、あの今あの人類で一番調子に乗ってる土屋智則の言うことを聞いておきゃ大丈夫かなと思います、はい、その結果現在どんな、なんかいい、うん、エンジンしっかりしてるんで、はい、反応してくれます、うん、はい、この後どういった調整考えていきますか。この後はもう土屋智則の全力応援ですよ全力応援、あいつ意外に緊張してますから皆さんね、よろしくお願いします、はい、土屋選手が、ね、来たらそのあたりも聞きたいと思います、はい、さあ明日以降、はい、またファンの皆様を沸かせていただきたいと思います。そうですね、はいはい、マイクでどうにか開会式がなかった分あのここに何回か来たいと思いますので皆さん、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。では最後にファンの皆様にもう最後お願いします。せーの、どうせ次勝っても喋るやつおらんでしょあんまりいやいやいや、はー面白くないやつらばっかりだその分喋ったります。皆さん、久しぶりに来ましたけど、オールスターで迷惑かけた分しっかり取り返しますので、2、3着で買ってください、お願いします。ありがとうございました。石山選手でした。